すする TV。 ゼレゼレどうも、すするです。毎日ラーメン健康生活全国編ということで、本日は鹿児島県に来ました。もうあと2日で終わりですよ。しかもクリスマスイブ。おめでとうございます。ありがとうございます。こちらです。ドン。JR 鹿児島中央駅から車で10分ぐらいのところにあります麺屋バッテンオヤジさんにお邪魔してます。バッテンラーメンさんの方が結構リクエストが来てたんですけど、今は移転してこちらがまあ本店的な扱いらしいですね。ネギにニンニクたっぷりラーメン、楽しいですね。レッツゴー。さあ麺屋バッテンオヤジさん、せーの、出勤せです。本日はネギとニンニクが乗る赤丸ラーメンで勝負。あ、チャーシューも増しちゃおってな感じで、卓上には無料の大根の漬物が、桜島大根なのかなと思って待っていると。来ました。こちらが麺屋バッテンオヤジさんの赤丸ラーメンです。ごえーネギー。一面に広がるネギの緑は今日にぴったりのクリスマスカラー。焦がしニンニクもメリークリスマスということで、早速いただきます。もちろんこのネギネギしいスープからいただいてみましょう。おお、ネギ自体にもスープにも臭みがなく、あっさりめの豚骨、こりゃ飲みやすいっすと、ちょっと気になっちゃったんで、ネギの間から麺。今日は早めに行きますよ。豚骨にしては太めかなな麺をバッテンスズルセブラー、こりゃうまいでゴース。ニンニクの風味も溶け出し、なかなかのジャンク感。そして絡むネギがさらに食欲を駆り立てる。豚骨スープにこの丸みのある麺、乾杯。君に幸せあれ。さあここらでおいどんも役に立ちとごわすとばかりに登場したチャーシュー、こちらもパクリ。ほうほう、はい、チャーシューも炙ってあって程よい香ばしさ。さらにニンニクとネギがコーティングされているもんだから、こりゃもはやおつまみっぽくて芋焼酎が欲しくなってくる。さすがの鹿児島味。というわけでこっからはもうノンストップですすりまくる。すすり応え抜群の麺には夢中にさせちゃうぞとばかりにスープが絡む。ニンニクとネギの先制パンチで後から優しいコクが広がる感じで、これ一生すすれちゃうやつ。サンタさん、今年はこんな豚骨ラーメンが欲しいですとお願いしながら、時折大根の漬物に癒されてあっという間に完食です。しかし麺がなくなってもスープのレンゲは止まらない。臭みがないからこそできるこのレンゲチャンス、いやーニンニクも効きまくりで、このジャンク感は癖になること間違いなしです。そんな食後にはしっかりブレスケアも用意されているホスピタリティ、惚れそうです。てなわけで本日も大変美味しくすれました。パンチ力抜群ながらあっさりとすすれちゃう、お酒にも合いそうなとってもかっこいい一杯でした。それではガソリン。はい、ごちそうさまでした。いやーバッテンオヤジさんに行ってきたんですけれども、いやーうまかったですね。もうやっぱネギとニンニクいいですね。ネギは臭みが全くなくてもいくらでも食べれちゃうようなやつですね。もう大好きなネギです。ニンニクは熱したラードでちょっと焦がしになってるんで、これはもう抜群の刺激で、もうあっさり豚骨のスープにすごく合ってました。いやもうほんとスープがうまかったですね。なんかネギをすくってたら全部飲んじゃいそうになってしまいました。ごちそうです。それではすするの公式キャッチフレーズ、麺屋バッテンオヤジさん、薬味フェスティバルや。はい、起動します。すするの今日の体重。というわけで本日も元気に体重測っていきましょう。あのね、昨日の夜に辛麺屋マスモトに行ってるんですよ。だから絶対増えてるんだよな。お、37ですね。やったぜ。いやついに7揃っちゃいましたね。やったぜ。まあ7揃ったし罰ゲームはないでしょう。戻し来い。メリークリスマス。寝ますか。いや罰ゲームですよ今回はね、7が3つ揃って各編7でまさかのね。いや各編ということで今までの罰ゲームを3つ合わせて、はい、やだよ、なんでだよ。いやいやだよ、今までの人気罰ゲーム3つを合わせました。どこ調べだよ人気って。俺調べです調べてないよ絶対昆布のモノマネをしながら腹筋をして、いらんいらんいらん。さらに俺が小寄りをいや小寄り一番いらないだろ絶対。やります、いきましょう。はい、レッツゴーおはい。
自分がなってんのかよ。お疲れ様でした。いやー、宝来みゆきの顔って思い出したいですね。というわけで本日もサブチャンネル更新してます。そしてオフ会ぜひ来てください。下からお願いします。メリークリスマス。